皆さんおはようございます。今日はですね、この番組を長年、そして弊社を30数年、40年近くスポンサーさんになっていただいております日本の老舗の有名な会社大谷さんです。大谷さんの社長もちろん大田さんですけれども、大田さんを、ゲストにお迎えいたしております。いろいろ会社の歴史の話すべてを伺いたいと思いますので、大田社長、Nice to meet you。 Nice to meet you。 今日はよろしくお願いいたします。こちらこそ。本当に弊社を40数年間、おそらく今太田社長のおじいちゃまの代からずっとお世話になりまして。そうですね、はい、祖父の代から、ね、お世話になっております。いえいえ、こちらの方こそ。歴史もすっごくあるんじゃないかと思うんですけれども、確かに、はい、明治維新前からありましたよね、会社はですね。そうですね、私どもの会社は1879年ですね、の6月に創業しておりまして、今年で144年目を今、はい、迎えております。すごいですね。先ほど話が出た祖父は、4代目ですね。で、私が今6代目を。ですよね。日本では100年以上続く会社っていうのは、やっぱりもちろん信頼ができてて、とってもいい会社ですけれども、まあ、アメリカには100年以上続く会社ってほとんどないです。それは150年近くて、すごいですね、太田さん。いや、でももう、これも一人あれですね。まあ、祖先もそうですし、先輩社員が、商品を守って、しっかり安心した、安全安心な医薬品を作ってくださってですね。で、それこそアメリカにも、1979年に私も出荷させていただいてますので、もう約50年近くですね。はい。商売保護させていただいておりまして。まあ、本当に一人に皆様に支えていただいて、会社はありますので、本当に消費者の方に感謝の一言だけですね。はい。いえ、本当に大谷さんに支えられながら、視聴者の皆さんも私たちもみんなこの番組が続けられたことを本当に私の方から感謝申し上げます。ありがとうございます。それでですね、大谷さんって私の頭の中で遺産って言ったら大谷さんしかないって、はい、正直な話、決してスポンサーさんのことだからじゃなくて、他に遺産ってのはありますか？はい、そうですね。遺産という言葉だけでいきますと、やはり、はい、胃の薬というもので中国とかにもいっぱいありまして、まあ、それこそ今私どもも、グローバル展開をさせていただいている中で、台湾なり、香港なりですね、中華圏には、やはり、京遺産とかいろんな遺産という名前の付く商品がございまして。ああ、そうですか。はい、まあ、でも日本に行けば、遺産という名前で行けば、自然と出てくるのは私どもの商品の大谷さんが、ですよね。はい、ですよね、はい。で、確かに昔台湾は、まあ、日本の領土、ね、でしたので、はい、台湾も100年前からありましたよね、大谷さんさん。そうですね、もともと私どもの、海外の輸出事業ですね、が、1919年ですね、もう100年以上前に。すごいですね。はい、で、当時は、で、まあ、現地の方というよりは、日本人が行った先ですね。はい、まあ、そうですね。ブラジルとかカナダも含めて在日の方がいらっしゃるところに、まあ、当時の、2代目ですかね。の社長が、やはり現地の日本人の胃の健康を守りたいという思いで、まあ、当時アメリカという、ブラジルというと、まあ、多分1日以上、まあ、行くこと自体にも時間がかかりましたし、まあ、商品も、それだけ、まあ、運ぶとなればコストもかかる時代かと思うんですけれども、それよりも、まあ、現地の方の健康を守りたいという思いで始めた事業の、はい、スタートでございます。ですよね。それで、まあ、もちろん当時の台湾も日本の国の一部ですので、日本人の胃を守る、はい、健康を守るためにありましたけれども、現地のいわゆる台湾人も一緒に飲み始めたんじゃないかと思うんですけれども、どうでしょうか？はい、そうですね。台湾の方にも非常にまあご愛好していただいておりまして、まあ、ただもちろん現地にも、一応約できれば強い商品もございますけれども、私どももある程度市場のシェアを取らせていただきながら、現地の方、台湾の方もですね、しっかりと認識していただいて、ご愛用していただいているのが現状ですね。
今でもやっぱり流れとして、歴史の流れとして、台湾人も好んで大田遺産さんを購入されて飲んでおられるんでしょうね。そうですね。私も現地にももちろん輸出もしておるんですけれども、台湾の方が日本に来日された時も、日本国内でもなんか買って買われる流れがああ、ございそうましだね。て、本当そういう意味では、現地のアウトバンド、インバウンド含めですね、非常にご愛用していただいております。一つの会社をですね、150年近く、まあ、もちろん先祖代々の皆様方の、ご努力と、まあ、社員さんと全てのことがあるんですけれども、でも6代目になると、確かに太田社長はまだ30代ですよね。そうですね。今年が39の最後の30代ですあ、ね。そうですか。でも30代で社長になられたって、先代の中に何人かいらっしゃいますか？そういう意味でいきますと、やはり初代からの、昔の時代は短命の時代でしたの で、ああ、そうでしたね。そういう意味でいきますと、私どもの会社では、私の祖父ですね、4代目の太田明が、どちらかというと、3代目が少しちょっと床に伏せる期間が長くて、もう20代の後半ぐらいから、実質社長業みたいな形で、副社長で会社を取り仕切っておりまして、一番長い人間ですよ、そうですね、祖父のは太田明が大体社長業を、50年以上ですすね、ご最い終的でにすは、ね。やっておりましたので、一番、祖父が一番長くですね、確かにおじいちゃまも長生きしておられたんですね。100歳そうです近ね。くまでですか？数えて100まで、おお、す非ご常いにす人ご生い。を謳歌してまして、本人も晩年まで毎日、お大さんを欠かさず飲んでおりましたので、私と一緒です。なので食も細くなることもなかったですし、そのあああ、たりがやはそり、う。一番健康に長生きできた理由なのかなとは、想像できるんですけれども。そうですね、社長ね、やっぱり人間って健康で長生きできるいい土地が一番大事じゃないかと思うんですけど、どうでしょう。そうですね。私どももう胃腸薬という商品を扱っている上で、やっぱり大切なのは、いかにやっぱり食を楽しんでいただけるかという、胃腸の健康を守るところが、いろんな調査でも出たんですけれども、胃の健康というところが、体の健康がやはり心の健康にもすごい寄与しているという調査結果も出ておりまして、私どものやっていることというのはあくまでも体だけではなく、その先の心の健康もしっかり守っているという、会社としては思いで今、商品も売っておりますし、売らさそうせていでただいておすりまね。す。はい。胃の調子がいいと、体全体が本当に快活で軽やかでいいですよね。そうですね。使っていただいた方もそうです。私も、もちろん弊社の商品使っておりまして、やっぱりしっかり食事食べられると次の日も元気にいられますし、胃の健康っていうのは本当に重要だなっていうのは、特に、30代で年を重ねてというと怒られてしまうかもしれませんが、非常に感じているところではございます。社長ね、胃薬、太田胃散って胃の薬っていうふうに書いてありましたけど、腸にももちろんいいですよね。そうです。効果的にはもちろん胃の方で私ども商品は使うものではあるんですけれども、消化器官のというところでいけば腸の方にももちろん影響が出てくるところがございますし、私の商品でいけば、米国にはちょっと出荷できてないんですけれども、成長薬というものもございますので、一応胃の周りと消化器官周りのものを、守っている商品を扱っている中ですので、大谷さんの方でも少しは、そのあたりもあるかと思います。そうですね。まあ、アメリカへ、薬事法、アメリカの薬事法にも FDA なんかうるさいですから、日本の処方をそのままというわけにいかないから、それをまた変えたりして作り直したりして大変だと思いますけれども。そうですね。1979年の出荷する前ですね。当時、なかなか FDA さんの医薬品の承認というのは、やはり私どもの規模の会社ですとハードルが高くてですね。たああ、だ、ね。3代目ですかね、その時、3代目、4代目ですかね。やはり医薬品として出荷をして、効能を謳って、現地の方の胃腸の健康を守りたいという強い思いを、当時の開発のメンバーとかにですね、伝えまして、
まあ、そのおかげもありまして、少し国内のものとは、処方は違う部分はありますけれども、医薬品として今はアメリカの方にも出荷させていただいて、少なからず現地の方の健康に少しでも、寄与できる商品が提供できているんではないかなと思っているところでございます。はい、それで、まあ、日系のスーパーとかいろんなところでもよく見かけますけど、なんと他のアジア系のスーパーにも見かけますよ、社長、ご存知ですか？そうですね。現場からも報告はもらっておりまして、で、私ども商品、アジア圏の方ですね。まあ、韓国系もそうですし、中国系の方もですね。私ども商品、やはり愛用していただく方が多くいらっしゃいますので、現地の、チャイナタウンとかですね、コリアタウンとか含め、しっかり商品出していこうということで、まあ、現地の代理店さんの方もしっかり動いていただいて、少なからず、売らさせていただいている次第でございます。お薬ってね、やっぱり生まれた時から飲み慣れたお薬、もういつまでもどこの国行ってもそこ売ってなくても、自分トランクの中に入れて持っていくとか、常備薬としてキープするのは人情っていうかな、人間のあれなんですけれども、言葉の違う国、文化の違う国、食事の全然違う国の人たちも喜んで飲んでいただけるって、実に嬉しいことですよね。いやー、本当そうですね。日本の方のみならずですね、今、最初におっしゃったように、本当にグローバルに私ども展開させていただく中で、アジア圏中心の方に、あと東南アジアとかも含めですね、愛用していただけるのは本当にありがたいなとは思いますし、まあ、それも本当に、現地の、医薬品の少し、携帯も含めて、見返った部分もあるので、応援していただけるっていうところでいけば、決しておごることはなくですね、あくまでも、病品をしっかりと、世界に送り出して、その方たちの健康を守れっていうのが私の使命としては、本当にそれを全うできるのはありがたいことだなと感謝している次第でございます。ありがとうございます、社長。ここでちょっとコマーシャル入る。そのコマーシャル、大谷さんのコマーシャルでございます。よろしくお願いいぜたひしよろましくお願いいたす。します。はい。太田社長ね、私、1976年にアメリカ行きましても、ほぼ50年前ですけれども、今でも覚えてます。トランクの中には大谷さんをたくさん入れて持ってきまあしりた。がとうございます。それでですね、アメリカ人の胃薬は何ですかって聞いてみたら、今でも売ってるの、ちょっとピンクっぽいのを取ろうとして、これを飲むんですかって。お薬って不思議ですよね。やっぱり小さい時から飲み慣れたお薬は、どこの国行ってもそれはずっと持ったままで飲みまして、そこの現地の国のみんなが飲んでる薬は、どうも特に胃薬ってどうしてこうも違うんかしら。そうですね。特に多分アメリカの場合ですと、私どもの大谷さんみたいな形で、複合剤というんですかね。私ども、生薬が入っておりまして、そはれプラい。ス消化酵素、あと制散剤と、複合剤になってるんですけれども、アメリカの場合はどちらかというと消化酵素は消化酵素のみ、制散剤は制散剤のみっていう、単味の製剤が多くて、そのあたりで、やっぱり服用感も全然違いますし、なので、多分、弊社の商品を飲んでいただいて、現地の商品を飲まれると、やっぱりそこは違和感はあるかと思いますね。見ただけでもなんか飲む気になりませんし、そういったなんか錠剤みたいなものをポトンとコップの中に入れて、炭酸みたいなのができて、これ飲むんだよって、ってこんな感じですね。そうですね。やっぱりそのあたりは、本当に国によってやっぱり習慣も違いますし、粉は特にやっぱりアメリカではそこまで、苦手でしょう苦手な方ね。も多いですし、そのあたりはすごい、多分、白井社長、行かれた当初は、すごい違和感があったんではないかなとは、思います。私は小さい時からもうパウダーみたいなのも、本当私うまいんですよ、飲み方。絶対チョークしないからね、むせたりも絶対しないんですけれども、でも今の日本の若い子とか慣れてらっしゃらない子も多いかと思うんですけれども、どういうふうに飲んでくれてますか？そうですね。ユーザーの方の調査をしたりしますと、はい。意外にヘビーユーザーの方はですね、逆に粉を水で飲まずに飲まれる方もおりまして、すごい。あえて喉に張り付かせてむせて、おお。なんて香りとかも含めて感じるのが、
なんていういいですか？大谷さんを飲んでるっていう感じがしますっていう、若い方もたまにはいらっしゃいすますね。ごい、すごはい。い。なかなかちょっへと私もそこまでは することないんですけれど、はい。でもやはり一番は、本当に水を、よく聞かれるのは水を先に飲んだ方がいいのか、水を後ああ。から飲んだ方がいいのか、どちらの方がいいんですかっていうことそっはか。言われるので、はい。はい。喉に張り付く感じが嫌であれば、水を含んでから、粉を飲んでいただいても、商品としては大丈夫ですというふうにおそう話ししでますすし、ね。はい。私はね、まず口の中にお水をこう含ましてですね、そしてワンスプーンでこう奥の方なるべく入れて、そしてはい。息吐かってせーのぐっとこう飲み込んだら全なるほど。然はい。平気ですはい。よ。いやいや、もう、ありがとうございます。もう上手に飲んでいただいて。はい。そうなんですか。まあ確かにね、海外出かけると胃薬も他の薬もそう、まあ、常在の薬はね、何でもすぐはい。お水さえあれば飲める、粉状のお薬って本当に珍しいですよね。まあそうですね。日本でも一般用の薬品ですね。行けば、だんだんと数は少なくていいというか、なってきてんで私すも大か。谷さんと、あと、まあ、龍角散ですあ、ね。龍飲む角薬。散ね、懐はい。かやっぱり、しい。はこいの二はい。つは特に、あと、アラクスさんっていう、脳神っていう、おお、もう三つが、粉薬としては特に有名そうででございすまして、か。まあ、その中でも、弊社の大谷さんが一番製造量として多く扱っておりますので、まあ、そういう意味では、日本独特な文化の粉を、未だに愛用してますのは、やっぱり粉が一番、お客様にとって、ふくよかもそうですし、効果もすぐに現れるというところで、確か非常に。に大切にしておりますので、まあ、ただ、おっしゃられる通り、若い方はですね、ちょっと飲み慣れない方もやはり出てきてますので、私どもも、材形違いで錠剤を用意したりですね。そういう展開も今させていただいている次第でございま 確かに大谷さん今錠剤のもありますよね。携帯用にいいですよね。外出る時とか、そうですね。はい。ね。私も国内、まあ日本国内ではありますけれども、水なしで飲めるチュアブルとかそういうものも用意してですね。おお、はい。なるいほろんどな方にね。愛用していただけるように準備しております。それと大谷さんはもう太田遺産一筋ずっとやってこられて、はい。書くんですか、会社の社訓ですか、他のもの作ってはいけない、売ってはいけないみたいなことがあるみたいんですけど、そうなんですか。もともと、まあ、会社の社是としては、奉仕の精神を持って世に良品を送るというのがあるんですけれども、まあ、それプラス、その大竹としてですね、まあ、本業以外では稼ぐなというのが、なんとなく代々伝わっていることではでございまして、まあ、なので、日本で行けば、高度成長期の時代にですね、いろんな多角化のビジネスをした企業さんありも多いまですしけれたども、ね。私どもの会社では、当時祖父が社長やっておりましたけれども、まあ、他の事業には手を出さずに、よしっかっかりこのた。医薬品業でやるというところで、まあ、いい意味で安定した企業として成長できている状況でございます。やっぱり一つの会社、老舗の150年近く続いてきた会社を守るんで、本当に大変だと私思いますね。それを、まあ、おじいちゃま、私が存じ上げたのはおじいちゃまの代なんですけれども、そしてお父様のことも本当に懇意に付き合わせていただきまして、御社へこう訪問させていただくたびにですね、過言ではないんですけれども、なんか皇室へ入っていくような感じがいたします。今本当にそうなんです。重厚感があって伝統があって、なんて言ったらいいんかな、その素晴らしい重厚感感じますですね。これってやっぱりこう変なこう飾ったりとか、先ほどおっしゃられたように変な事業に手を出したりとかしないような、本当にトラディションの伝統をそのまましっかりと守っておられる会社の重厚感でしょうね。もうそうですね。そのあたり自分事の本になります。あまり自分には何ともわからない部分はありますけれども、やはりまあ祖父なり父なりを見てきますと、やはり一つの事業をしっかり全うしてやってきているというところの重みは、今非常にこの立場になって感じるところではありますし、まだまだそういう意味では、
私もこれからしっかりその重みをですね、ついていけるように、いい意味で、貫禄がつけばいいなと思ってますので、おごることはないように気をつけなきゃいけないなとまあ、は、常にですね、頭で思ってる次第です。太田社長になられたの昨年の初めでしたかしら。ですね、1年半前になりますね。あ、じゃあコロナの真っ最中よ。そうですね、はい。うわ2021年の10月の1日付で、ー。はい、仙台から交代をしまして、はい、まさにコロナが真っ最中ですね。やー、大変はい。でしたね。だけど、いろんな商売がもう本当に大変な目に遭わされていると思うんですけれども、大谷さんは大丈夫でしたか？まあ、なかなか当時、そうですね、売上という意味では厳しい時期ではありましたけれあ、どそうも、ですか。はい、やはり私どもの商品も、その旅行客の方ですね、インバウンドの方にも購入していただいている数字もありましたので、やはりもうコロナになってその部分はほぼゼロになりましたので、やはりそのマイナス分というのは、なかなか厳しい状況ではございましたが、ただまあ、切り替えればですね、国内の方が今どれだけしっかり弊社の商品を愛用していただいているかという、まあ、再度実力を認識できたという意味では、良かったのかなと個人的には思っておりまして、で、まあ、やはり国内の方に愛用していただいてこそ、海外の方にも安心してやっぱり使っていただけるというのもあるかと思いますので、そういう意味では会社としては、コロナがあってよかったとは、もちろん言いたくはないですけれども、非常に個人的には、いい意味で視野ももう一度原点を振り返ることもできましたし、良かったのかなというふうに、社長業のスタートとしては思っている次第です。まあ、ピンチが転機っていう言葉がありますように、社長もはい。そう思われていますか？そうですね。どちらかというと、私は性格的には、ポジティブな人間でして、本当にいいあこまりとだ。なんていうんですかね。ピンチも、やっぱりありますけれど、なんていうんですかね。試練というのは、やっぱり神様が与えてくださったもので、まあ、クリアできるからこそ試練だと、常に思ってますので、そういう心がけで、まあ、会社のこともそうですし、何事にも、当たるようにしているので、あまり、悩むことももちろんありますけど、悩み続けてもしょうがないので、それで今何でも会社でもやってみようと。で、まあ、チャレンジしたことによっての失敗は会社にとっての経験なので、もうやっぱりそれは積極的にすべきだという発信で、社員にも動いてもらってますので、そういう意味では、ピンチの中にこそチャンスありだと、今常に頭に思い出がおりますし、逆に何もない、人生こそ不安だなと 確いうかとに。ころに常に思ってますので、はい、常に成長する上では、やっぱり試練、ピンチがあった方がいいなというふうそうに、ですつるつる思ってまね。す。はい。まあ、それにしても社長に就任されて、コロナの真っ最中に社長就任されるっていうのは本当にダブルパンチ、まあ、ダブルパンチで言ったらいけませんけれども、はい。試練がさらにね、一層に。そうですね。まあ、ただその意味では、会社の方にも、もちろんその前から関わらせていただいてましたので、まあ、やはりこの現状をどういうふうにしたら打破できるんだろうって頭には常におりましたので、まあ、陣頭指揮を先代から私に変わるっていうタイミングが、このタイミングなのかっていうのは、事前に話し合いをしてなかったので、少しびっくりはありましたけれど、そうだはよい。な。あはい。りがとうございます、社長。ですね、ここでちょっはい。と、トヨタのト、ト、トヨタ昭夫さん、社長さん、はい。4月からステップダウン、ね、そうです降りね。られるはい。方の、はい。彼がこういうふうにおっしゃいました。僕、トヨタという名字が嫌いですっておっしゃったけど、太田社長は太田っていう名字嫌いなんてないんでしょうね。今週はどうもこれで時間が来ましたので、来週、その太田っていう名字の名前を受け継いで、どういうふうに思われますかということを聞かせてください。今週はどうもありがとうございました。ええ、こちらこそありがとうございました。皆さん、おはようございます。マジックベル川柳第26回でございます。今日も子猫さんとトシゴンさんとご一緒に送ってまいりたいと思います。今日の一句、ジジとババ、出来たて待てずにつまみ食い。ジジとババ、
出来たて待てずにつまみ食い、発火、東京都10歳、うん、10歳ですよ、子猫さん。すごいね、うん、はい、あの知り合いのお孫さんが作った句で、初めて作った句がこれだったんですって。すごい、うん、あのとっても素直に作られてていいなと思って、紹介することにしました、うん、ちょっと気になるのが中七が八音、そこだけ直してみましょう。ジジとババ、出来たて待てずつまみ食い。ジジとババ、出来たて待てずつまみ食い。はい、これでなんかリズムもちょっと良くなって。どうでしょう、としごさん。そうですね。つまみ食いしてるところをお孫ちゃんに見つかっちゃった。で、それを作ったのがこの句なんですね。10歳の子が。わあ、すごい。そうですね。うん、素直な句だと思います。まあ、うん、あのお子さんの句はあまり直さないで、そのままこうあの褒めてあげると伸びると思います。うんうん、今日の一口メモは575のリズムを大切に。575のリズムを大切にです。ヨシゴンさん、マイゴンさん、今日もありがとうございました。天句解説添削は南家庭子猫でした。皆さん、昨年の10月より皆様と一緒に楽しんでまいりましたマジックベルテレビ川柳、今日でしばらくお休みいたします。その代わり皆様の方からどしどし今までと同じように句をトトロ図書館 .com トトロ図書館 .com へお送りください。長い間ありがとうございました。そしてこの番組のご感想ご意見などもどしどしお寄せくださいませ。ありがとうございました。さよなら。さよなら。さよなら。